しぶり。あんたたちのおかげで暗黒竜は復活したわ。とても感謝よ。でも残念、ここに来なければあんたたち世界の終わりが見られたというのにね。あたしが一足先にあんたたちの力の方が全部摘み取ってあげる。すごい威圧感だ。だけどそれよそれよそれよ、エクセレント、ファンタスティック、クロム、ヤシロさん、行け。いいぜいいぜ。俺の前に立ちふさがるが、準備 OK だよ。それで弱点を攻めろ。決まった。この戦い絶対負けられないよ。ファンタスティック、全部なぎ倒すよ。これ苦手なんだね。次任せておけ。いけ、次いただき。よっしゃ、有名だわ。もっとよ、もっとドラマがないと。出ていくよ。ナバール、俺に力を貸せ。任せろ。三。狙い通りだ。絶対逃がさないから。助かった。承知。これなら。よし。おしまいはこうやるのよ。ドラマチックに。優雅だわ。優雅だわ。ミラージュアタック。いけるぞ。了解。一か八かで。いいだ。難しいかも。落ちろ。やるか。どんどん行こう。やれ。よっしゃ。やった。つらい時は私に言ってね。失敗しないといいな。助かった。これなら。よし、切磋琢磨とはこういうことか。ここは俺の間合いだ。俺の番か。あとは任せた。よっしゃ。おしまいはこうやるのよ。ドラマチックに。優雅だわ。知的でしょ。遅すぎる。俺たちに勝てると思っているのか。聞くかどうかわからんわ。手伝って。ありがとう。私頑張るね。お黙りなさい。お黙りなさい。遅すぎる。翼の力見せてあげましょう。うん、シール
承知。任せて。リツキ、立てるか。まだまだ。クラム、まだいけるか。無論だ。一か八かで。難しいかも。イカズチよ。やった。やった。俺たちに勝てると思っているのか。いつでもいいぞ。遅い。よし。どうも。よっしゃ。奇跡でしょう。優雅だわ。今ぼーっとしてなかった？瞑想をしてただけだ。失敗しないと全部なぎ倒すよ。すげえ俺たち。ひどい。まだよ。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。さ、いいか。ヤシロ。そうだ。どうした？感謝する。この先、とてつもなく生々しい気配を感じるわ。暗黒竜ね。そうでしょうね。次が本当に最後の戦いになる。そうだな。俺たちをこの世界へ送り込んだガーネフは消え、残るはメリウスのみだ。イツキ、ありがとう。ありがとう。けど、クラム。
ここにメリウスが。なんだろうこの部屋、演劇の舞台。舞台ではなく祭壇よ。きっとここで暗黒竜を召喚する暗黒戯曲が行われたのね。暗黒戯曲の戯曲ってあなたたちの世界でいう演劇のことでしょう。だから儀式の祭壇も舞台のようになっているんじゃないかしら。なるほどね。でも舞台になっているなら好都合よ。私たちもここで光の戯曲をやれるわ。はい、光の戯曲、暗黒竜に対抗するにはそれしかない。脚本は英雄たちの力が教えてくれる。そうね、登場する騎士や呪術師、剣士たちの役は私たちでこなせるでしょう。肝心なマルス役だけど。俺がやってもいいのか。どういう意味だ。俺は最後の試練を超えてない。ガーネフに邪魔されたせいで器として認められていない。そんな俺がマルス役を。マルスは光の戯曲の中心ならば、その役にふさわしいのはお前しかいない。え？俺はこのフォルトナの一員となり、はっきりと感じた。今のフォルトナは青い月を中心に出来上がっている。俺が？けど俺が主役なんて、俺にそんな資格があるとは。資格など必要ない。大昔の英雄も気にするな。お前は俺たちが選んだ英雄だ。私もそう思う。マルス役は樹君しかいないよ。樹君は私がアイドル始めた時もミラージュたちと戦っていく中でも、子供の頃からずっと私を支えてくれた。私にとって樹君がヒーローだから。翼、俺も翼ちゃんと同意見だ。俺たちの中心マルス役はお前がふさわしいよ。お前はずっと一番前で俺たちを引っ張ってきたし、お前のおかげでその俺もちょっと変われたしな。トーマ、私もマルス役はあなたしかいないと思うわ。いつき、自信を持ちなさい。あなたは私たちのフォルトナの中心よ。キリアさん、せいぜい私に主役を食われないよう全力で演じることね。私も樹さんが主役がいいと思います。私、主役の人に使える騎士役ですから、樹さんに使えたいです。反対意見はなさそうね。樹、いいかしら。もう迷いはない。マルス役は俺がやるよ。みんなの期待を裏切らないように全力を尽くす。決まりね。では始めましょう、光の戯曲を。暗黒の翼持ちし竜メディウス、彼の地に降り立つ。メディウスを打ち倒さんと、一人の若者、絶望の大地に真剣持ちで立ち上がる。その者、この英雄と称され。平和の時、99年続き、100年の後、暗黒竜は復活す。暗黒竜に心酔せし者、人の魔王となり、世界に混乱をもたらさん。世界の危機に英雄の子孫、真剣を持ち出軍す。かの者に
青き髪を持ちし聡明な子供あり、名をマルス。これは地面が揺れて、イツキ、こんなところでくたばってんじゃねえ。今までお前が俺たちを引っ張ってきたんだろうが、立てよ、立ってくれよイツキ。青いイツキ、お前は俺が認めた男なんだぞ。お前がいなくなっては。起きなさいイツキ。今ここにいる私たちはみんなあなたの元に集まっているのよ。ここであなたが倒れたら全てが終わってしまう。何やってんのよイツキ。ほら起きなさいよ、寝てる場合じゃないでしょ。結局やって暗黒竜倒して世界救って、あなたがいないとハリウッド的展開にならないのに。イツキさん、私を今まで導いてくれたのはイツキさんです。イツキさんがいたから私は芸能人として自分のなすべきことを見つけられて、それなのにここまで頑張ってこれたのもみんなイツキくんがいたからなのに。だからお願い、目を開けてイツキくん。イツキ、奇跡だ。みんな、お兄ちゃん、英雄王の魂を引き継いだんだね。今そっちに行くよ。チキ、それにマイコさんとバリーさんもどうしてここに。光の戯曲は私たちみんなの絆が必要だから。絆の力か。今のお兄ちゃんたちならきっと光の戯曲ファイアーエンブレムを成功させられる。ああ、ファイアーエンブレム再演しよう。
い威圧感だ。だけど闇を打ち払う力よ。神竜ラーマ、私に力を貸して。これが最後だ。共に行くぞ、ナバール。聞くかどうかわからんの。バッチリ戻せるからね。よし、遅い。続いてください。いいぜいいぜ。これが最後の戦いね、翼。絶対勝って。悪くない。これなら。よし、クロム、これが最後なんだ。ああ、そうでなくてはならん。最後まで共に行こう、俺の友。悪くない。やったね。その技で決めろ。ファンタスティック。シーダに教わったからね。やれ。次、よっしゃ。いつでもいけるぞ。判断は任せる。バッチリ合わせ準備 OK だよ。ゾンブ切り刻んでやる。見抜けないと思ったか。次、やり。いけるか、相棒。ああ、いつでも。一か八かで。難しいかも。一か八かで。難しいかも。落ちろ。助かった。これなら。よし、英雄マルセ、俺に力を。ファイトだ。鉄感謝。ことやれやれ。英雄をマルセ、俺に力を。いいだ。私の番だよね。
承知。任せて。イツキ、勝てるか。まだまだ。ナバール、俺に力を貸せ。任せろ。かけてみるか。あ、狙い通り。やり。私に力を貸して。任せて。承知。これなら。よし、一緒に行こう、クロム。おう。承知。その技で決めろ。パリの刃よ。どんどん行こう。行け。やり。さっきは助かったぞ。礼は不要だ。あっ、やった。英雄王マルス、俺に力を。その技でいきましょう。バッチリ合わせるからね。見切った。感謝する。私は負けない。メディウスを倒して故郷に帰るの。やった。任せて。イツキ、勝てるか。まだまだ。やった。暗黒竜メディウス、なんてまがまがしい気配。承知。これなら。よし、一緒に行こう、クロム。おう。バッチリ合わせるからね。パリの刃よ。続いてください。アタリトーマ。よっしゃ。イツキ、勝てるか。まだまだ。敵をよく観察しろ。分かってる。了解。くらえ。よっしゃ。さっきは助かったぞ。礼は不要だ。この攻撃だ。あっ、狙い通り。よっしゃ。翼、いつでも行けるわよ。ありがとう、シーダ。助かった。これなら。よし、英雄王マルス、俺に力を。セッションで攻めるぞ。キル。肩にかけろ。よし。敵をよく観察しろ。分かって。よし、よし、絶対つなげてやるよ。かわせると思うな。そこだ。いいぜ、いいぜ。最後まで一緒よ、翼。うん。承知。任せて。イツキ、勝てるか。まだまだ。英雄王マルス、俺に力を。準備 OK だよ。その技で決めろ。遅い。一気に行きましょう。次だ。いいぜ、いいぜ。特大パフェは無理そうね。
ナバール、俺に力を貸せ。任せろ。了解。だえ。やり。この姿で情けない戦いはできない。それよ。クロム直伝だ。この隙に。つなげ。やり。姿で情けない戦いはできない。準備 OK だよ。クローム直伝だ。そうだ、行こう。次だ。やり。しっかり打たなきゃ。承知。任せて。一気に当たる。まだまだ。お前たち一気に型をつけるぞ。この日を、よし、この日を逃すな。切り刻んでやる。このことをお願い。次やり。次はどう攻める？承知。待ってて。この命預けるぞ。お互いにな。承知。お兄ちゃんたちは私が守る。光よ、お兄ちゃんたちを守る盾となれ。やったね。絶対つなげてやるよ。はい。やった。やり。逃げたみたい。このこと、いつでも行けるぞ。判断は任せ。絶対つなげてやるよ。これならどうだ。見抜けないと思ってた。辛い時は私に言ってね。悪くない悪くない。これなら。よし。無駄だ。間一髪。運命を超える。セッションで攻めるぞ。この場合なら。お願い。やれ。よし。暗黒竜メディウス、なんてまがまがしい気配。助かった。これなら。よし、その調子だ、いつけ。うん、セッションで攻めるぞ。クロム直伝だ。今だよ。次だ。いいぜいいぜ。ナバール、俺に力を貸せ。任せくだい。見抜けないと思ったか。エクセレント。シードに教わった。今ね。あとは任せた。今だ。よっしゃ。クロム、俺に力を貸してくれ。バッチリ見せるからね。ファンタスティック。見切った。お願い。赤身トーマ。いいぜいいぜ。いつでも行けるぞ。判断は任せる。その力存分に使わせてもらう。手伝って。勝てるか。まだまだ。最後まで一緒よ。
翼。うん。それで弱点を攻めろ。私のやりさばき。青い月決めろよ。見せてみろ。その調子だ。この攻撃だ。なえ。やった。ここで決めよう。こっちだ。そい。この調子だ。進めてください。当たりトーマ。よっしゃ。助かった。俺たちに勝てると思っているのか。俺に力を。エクセレント。光の刃よ。お願い。次だ。いや、いい。お前たち、一気に型をつけるぞ。聞くかどうかわからんが。行くかどうかわからんな。これならどうだ。シーナ、私に力を貸して。任せて。承知。これなら。よし、ミラージュアタック行けるぞ。エクセレント。光の刃よ。続いてください。次だ。よっしゃ。鉄監視。ミラージュアタック行けるぞ。了解。ほら、よかった。やったね。暗黒竜メディウス、なんてまがまがしい気配。やった。これなら。いいね。うわっ。ナバール、俺に力を貸せ。任せろ。ありがとう。ジェイキ、勝てるか。まだまだ。運命を超える。承知。やったね。かけてみるか。逃がさないんだから。いいわね。いつでも行けるぞ。判断は任せる。その力。了解。ゾク。だえ。まだ。いいぜいいぜ。最後まで一緒よ、翼。無理を言うな。やった。これなら。
よし、ミラージュアタック、いけるぞ。了解、準備 OK だよ。クローム直伝だ。トーマス君、アタリトーマス、いいぜいいぜ。敵をよく観察しろ。分かっている。これでここで決めよう。それよ、クロムみたいに。今だよ、アタリトーマ。よっしゃ、助かった。翼、いつでも行けるわよ。ありがとう、シーダ。悪くない。これなら。よし、ファンタスティック、手は抜かんぞ。了解、くらえ。ここだ、俺に続け。よっしゃ、お前の判断を信じる。準備 OK だよ。お前なら。八代さん、行け。やり、遅すぎる。ナバール、俺に力を貸せ。任せろ。やった、助かった。これで、オッケー。この姿で情けない戦いはできない。お前たち、一気に型をつけるぞ。よし、助かった、助かった。どんどん行くからね。やった、これなら。よし、クロム、俺に力を貸してくれ。おう、承知。くっ、続いてください。肩にかけろ。よっしゃ、まだ無理はせず、俺に任せろ。よし、頼んだ。やった、クロム、俺に力を貸してくれ。おう、その技でいきましょう。落ちろ、ここか。八代さん、やれ。よっしゃ、まだまだ
ファンタスティック。走れ、雷光。これだな。続いてください。やれ。やり。手は抜かんぞ。了解。これならどうだ。やり。最後まで一緒よ、翼。うん。助かった。これなら。よし。まだ倒れるわけには。エクセレント。イカズチよ。やった。この隙に。あとは任せた。よし。切磋琢磨とはこういうこと。セッション行けるぜ。狙い通り。やり。どんどん行くからね。やった。落ち着いて、集中して。助かった。みんな無事か。準備 OK だよ。イカズチよ。ここか。ハシオさん、お願いします。やり。助かった。いつでも行けるぞ。判断は任せる。その力、準備 OK だよ。存分に使わせてもらうぞ。任せた。決まった。ありがとう。辛い時は私に言ってね。こっちだ。吹き飛べ。今は下にかけろ。いるぜいるぜ。遅すぎる。やった。承知。これなら。よし。英雄王マルセ、俺に力を。ありがとう。どう戦う。案ずるな、策は。これで。ありがとう。私、頑張るね。やろう。今、ぼーっとしてなかった？瞑想してただけだよ。これなら。いいね。いつでも行けるぞ。判断は任せる。その力、存分に使わせてもらう。準備 OK だよ。ガラ空きだ。こと、どうだ。任せた。いるぜいるぜ。いけるか、相棒。ああ、いつでも。セッションで攻めるぞ。俺に任せて。お願い。赤木トーマ。いるぜいるぜ。その技で決めろ。セッションで攻めるぞ。しびれろ。これだな。この隙に。やれ。やり。助かった。
終わった。勝ったのか俺たちが。うん、ついにメディウスに勝ったんだよ。みんなすごいよ。やった、やったよ、イツキ君。マジかよ、俺たち世界を救っちまったぜ。やりました。こんなのハリウッド的に当然よ。負けるなんてこれっぽっちも思ってなかったんだから。新しい英雄譚の誕生ね。英雄なんてそんな、勝てたのはみんなの力があったからだし、それに英雄王が。あ、魂が帰ってく。ありがとう、あなたがいなかった俺は。またね。はいはい、しんみりするのはそこまで。せっかく暗黒竜を倒したんだもの、今日は舞子さんのおごりで祝勝会よ。さすが舞子さん、太っ腹。チキ、どうかした？ううん、なんでもない。あら、いつきくん。あら、いつきくん。みんなもどうしたんだ？
ちゃんに私たちからお話があるんだ。どうかしたの？改まって。いつき、そろそろ俺たちは自分の世界に帰ろうと思う。え？いつき、私たちは自分の過去を取り戻したわ。そしてこの世界の危機も去った。もう私たちにはこの世界にとどまる理由がなくなってしまったの。記憶戻ったんだ。ああ、メディウスを倒した時にな。イツキたちからは多くのものを学んだ。仲間との絆、芸能に向き合う心、俺たちはそれを持って自分の世界に帰ろう。それでね、私たちあっちの世界で芸能を復活させようと思ってるの。芸能？荒廃したあの世界を復興するのに芸能はきっと大きな力になるはずだから。でも危険じゃ。メディウスを二度と復活させないために芸能をなくしたんだから。大丈夫だイツキ、たとえ何度メディウスが復活しようとも俺たちの力で倒してみせる。その力はもうイツキたちからもらっている。だから俺たちは安心して帰れるんだ。帰らないでくれ、ここにいろよ。イツキ、この世界に残る理由は俺がクロムたちと一緒にいたいから。それじゃダメなのか？お前たちは大切な俺の仲間なんだ。ありがとうイツキ、お前の気持ちは嬉しい。だが俺たちはこの世界にとって異物、本来ここにいるべき存在ではないんだ。そっか。翼を、そしてみんなをこれからも導いていってあげてね、イツキ。しかしイツキ殿の言葉、この上なく嬉しかった。ふふふ、今のあなた嫌いじゃないわ。イツキ君、君とはもっと貴族的に語り合いたかった。その点は残念だよ。この世界に来たことは俺たちにとって本意ではなかったが、お前と出会えてよかったと思っている。私たちを大切な仲間と呼んでくれて本当にありがとうございます。みんな、さらば、異世界の友へ。ありがとう、イツキお兄ちゃん。みんなと出会えてよかった。この世界で過ごした時間は、私にとって宝石みたいに輝いてる。ありがとう。またいつか、どこかで。
マイクの高さはこれくらいかな。緊張する。翼はレコーディングの経験あるでしょ。だってキリアさん、フォルトナ5周年のメモリアルソングですよ。なんだか私も緊張してきちゃいました。とちんじゃねえぞエリー。あなたこそ私のハリウッド的コーラスに絶句して歌えなくなるんじゃない。みんな気を張らなくていいのよ。リラックスしていきましょう。安心しろ青い月、お前の背後は俺が守る。背後というか私たちバックコーラスです。あ、みんな録音始まるみたいだよ。いつきくん頑張ってね。ああ、いつも思い出せるようにこの歌を聴いて。
東京ミラージュセッションズシャープ FE